close to your heartache. If you wanna open your door、皆さんこんにちは、かよです。今回はこんな感じのメイクアップをしてみました。はい、ということでよかったら見ていってください。どうぞ。メイクやっていきたいと思います。もうね、ちょっとね、下地とファンデーションだけやっちゃったんですよ。うまく取れてなかったんで、のでもう一回紹介しますね。まずこのセザンヌの UV ウルトラフィットベース N00 番の化粧下地、毛穴カバータイプって書いてあるもので、結構これ1本でも BB ぐらいねカバー力がある気がするし、 SPF36PA2+ っていうことで今の時期にちょうどいいんじゃないかなと思います。ちょっとしっとりタイプかなっていう感じで、私は夏にはちょっと寄れそうな気はするんですけど、秋冬にはちょうどいいんじゃないかなと思います。ファンデーションはちょっと久しぶりにこちらのキルカバーのファームウェアクッション XP を使いました。やっぱりツヤ肌綺麗だし、カバー力も結構あって、1個でね綺麗に仕上がるのでだいぶ好きですね。そしたらコンシーラー、このメイクアップフォーエバーウルトラ HD コンシーラー32番を使います。これすごい好きなコンシーラーで、カバー力もあるんですけど、いい感じにね、カバー力高くてしっとりしてて乾燥知らずで、こういう感じでちょっと気になるところにつけて、ちょっと乾かしてから、はい、こんな感じで隠れたかなと思います。OK、 眉毛セザンヌのこの大好きなブラシ付きアイブロックリだし02番オリーブブラウンで描いていきたいと思います。You say you're afraid. 一回ジョン・セムルのパウダーで眉毛とか目元とかを奥します。 I think you're brave.はい、こんな感じで軽くさらっとさせて、そしたらペンシルで描いていきます。はい、こんな感じで眉毛感を強めにね表現してみました。そしたらシェーディングは Too Cool for School 相変わらず使っていきます。なんか一個前の動画でもすっごいね、痩せましたかってまたコメントが嬉しい。なんでそんな言ってくれるんだろう。なんか定期的に痩せましたかって言われるあれがあるんです。どうしてでしょうか、謎なんですけど。もしかしたらなんかこう顔のむくみとかが自分ではね気づいてないけど、顔のこうむくみが人よりも激しいタイプなのかな。だからなんか調子悪い時はすっごい分かりやすく顔に出るみたいな感じかなって思ったんですけど。そういえば昨日インスタでね、インスタのストーリーで振りましたんですよ。まあ何回も話してるんですけど、今引っ越し準備中なので、あの昔すごい気に入ってて捨てるのはもったいないけど、でももう今あんまり着ないなっていうものとかを中心的にめっちゃっていうほどでもないんですけど売りました。これ使います。これヨーロッパで買ってきたやつ、キャンメイクのパウダーチークスの PW40 番黄色ですね。意外と使ってるんですけど、今日はこれアイメイクに使ってきます。チークはもうね、チーク兼ハイライトでボビーブラウンのねこのピンクゴールドグローを使ってこんな感じの色入れたんですけど、黄色も重ねて塗っていきたいと思います。
バッグのこのパレットのここの色を使います。これがゴールドが入ってるカラーで絶妙カラーなんですよ。なんかちょっと一見黄色にも見えるような艶やかなカラー、こことここをちょん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 って混ぜて、タルトのここの色を使います。そういう感じで最近こう左右を囲むのが好きです。ここのカラーをこう下にがっつり引きます。黄色のアイシャドウ、アイシャドウじゃないけど黄色を上に、ナーズイーストウォンテッドパレットのこことここよりキラキラに、キラキラっていうかツヤツヤにしたかったので足します。そしたらまたこれ使ってチークも足していきます。リップテンシティリップスティックのウェルブレッドブラウンっていうブラウンカラーで重ねて、このヒンスの LG の006番のカラーを マスカラ、ジョンセンムルのブラウンのマスカラを上は使います。下で同じブラウン系でも全然違いますよね。で忘れてたんですけど、眉毛もちょっとピンクっぽい色で、こんな感じで眉毛もしっかり描きました。これで今日のメイクが完成です。ニキビ跡本当に治んないんだよね。この子と一生付き合っていくのかな。なんかこういうねメイクすごい好きなんですけど、やっぱりモノクロ系のちょっと強めな服着るときはリップは濃い方がいいなと思ったので、ちょっとこのねリップも大好きなんですけど、今日はこのメイベリンを足したいと思います。はい、こんな感じでリップ3色重ねて完成しました。あの配分とかはまああんまりよくわかんないんですけど混ぜてみました。今日はこの3色でねこのリップのグラデーションを作ってみました。やっぱりこういうの安心しますね。はい、まあ、あのヌーディーカラーもね、ということで今回はこんな感じのメイク記録でした。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Close to your heartache.